どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。はい、皆さん、ジャンプワンピース最新話読みましたか？もう今週めちゃめちゃ暑い。もうなんすか、あそこドーンのねとこ、もうガーンのとこ最高っすね。ちょっとね、今週もめちゃめちゃ暑かったんで、それについて話していければと思います。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録お願いします。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、そしたらまず最初にね、初見のリアクション撮りましたんで、そちらご覧いただければと思います。ここからね、ジャンプの最新話のネタバレがあるので、アニメ箱3日の方々お気をつけください。それではリアクションです。どうぞ。はい、リアクションです。ちょっと待って、まずさ、仲間がいるよ、チューやばー、ありがてー、乗ってます、オーリンちゃんと一緒に乗ってます、やばい。うわ、このルフィ像のやつもちょっと待って、改めて見たいね、これ向けのチミね。よし、行きます。はい、1026話、天王山ってどういう意味？え、待って、これナミさんのこれあれじゃん。やべ、このライオンのやつめっちゃ懐かしいんだけど、これ。コライオンに可愛い服を作ってあげるナミとるよ。やば。これあれじゃん、ナミがお下がりでベルメールさんから作ってもらったやつじゃない、これ。はい、ワノ国花の都ね。まずみんなこう、ドンちゃんやってますよ。まだ気づいてないっぽいね、これね。楽しいか、男。うん。秘鉄は何を考えてるんですかね。羽はどこ行ったの、あなた。どこ行くことも許してけろ。あ、これ知った上なんだね。私たちが必ずお守りします。いかん、引き返せ。まあ、それはそうだよな、ね。お玉は無事なのか。海の向こう、知る術もない。これじゃ飛べないのか、やっぱ自身は。ゴゴゴゴ、あ、もう来てる来てるよ。謎の竜について報告します。現在屋上には傷ついたヤマト坊ちゃんが1人、そして上空に信じがたい光景、2匹の竜が退治。いや、もうこの総竜図やべえな。ルフィが乗ってんのがマジかっこいい。カイドウ様の精霊に対し、桃色の竜になる海賊、麦わらのルフィ、正体不明。あ、火の息でござる。やばい、ボロブレス来るか。よし、お前もなんか吐け。何を黙りでござる。ボロブレス、ボン、あ、避けた。違う、拙者は戦いに来たのではない。おい、桃。待って、ルフィ、無理無理無理でござるぞ。何、ゴムゴムのエレファントガンゴー。前にもやったね、エレファントガンね。だが、おい、桃、カイドウに噛みつけ。無理無理、困りだぞ。カイドウ、うわぁ。これ思い出すだけで怖いよな、これ。ギリッ。あ、噛んだ。ガブッ。うわぁ。え、聞いてる？グドウドウドウ。何してる、こそ。あ、聞いてないか。お前がワノ君めちゃめちゃにした。お前さえいなきゃ。父親、母親は、離れて桃之助くん、ヤマト。そうだ、桃が。おぉ、触れてねえぞ、これ。ルフィ、ドガーン。いやぁ、一矢報いたね、桃之助もこれ。竜はライオンを呼ぶ？小屋の月はもう見納めだな。もう一撃食らえば、俺はもう立てなかったかもしれない。うわ、待って、みんな負けてない？月をさ、そうか、もう月が見えてないのか、犬嵐猫マムシ。やっぱジャックの人獣型おもろいな。俺の運が強すぎてできたね、この親分。やば、お前が噛みついたのは4個だぞ。この世にまだ怖いもんがあんのか。ルフィ、いや、ほんとそうだよ。ない。お、もう好き。行け、お前は止める。お願いします、止めてこい。え、お願いします、止める？あ、まさか、あの竜。いや、バカな。カイドウには俺が必ず勝つ。ルフィ太郎さん、おかっこいい、ルフィ。まあ、聞いたか、面白い男だに。当然の話だ、どこで何してやがった。いいね。ルフィ復活が全員知ったね、これ。兄貴ママくんか、やっちまえ、ルフィ。俺に勝てる話なんだか、生きてんだから無限にあんだろ。もう何そのかっこよゼルフ。ガウン、ドン。もう待って、ちょっと待って、ついにルフィがこの息いったってこと？ちょっと待って、やばい、これは。これはやばいっすね。天割ってるじゃん。もう、ちょっと待って。めちゃめちゃかっこいい。もうルフィ大物、シャンクスの息だよ、これ。やっぱ、覇王色同士のこの、まとった衝突は、天割れるんだね、これもうね、45巻からの、94巻か？ね、4校同士のぶつかり合いで天割れるもんね。うわ、待って、熱はもう天が割れて、月が見えたよ。バン。何も言うな。運はどっちにあるかにゃ。わあ、おでん一刀流。待って待って。猫にこば。猫にこば。犬スバイヤー。やったー、これ勝ったんじゃない、これ。ズドン、やば、おでん一刀流なのめっちゃ熱いんだけど。ペロステロ撃破。うわ、マジでペロステロ撃破。ジャック撃破、やば。ああ、嘘だろ、ジャックのやつが。いや、わしには関係ねえか。おう、あ、来週ある。オロチか、これ。もういい、オロチはいい、お前はもう。おう、来週がある。オロチ生きてる、やっぱり。オロチ生きてるやん、やっぱり。これオロチだよね。来週ある、もう来週ある。ああ、もうなんか最高、全部最高。はい、ぜひぜひ今日も皆さんコメント残してってください。いつも皆さんのコメント楽しませてもらってます。今日もよろしくお願いします。いつもありがとうね。はい、じゃあ本編行く前にですよ、皆さんジャンプの最初の方のページ見ましたか？仲間がいるよ、チューブ、オーリンさん登場。やっと言えた。やばくないっすか？いやー、もうまたまたたかし&のすけ乗せていただきました。ありがとうございます。のすけさんの分もありがとうございます。
のすけさん見てますか、ありがとう、いつもありがとうね。いやー、王林さんとね、実はね撮らせていただいたんですよ。めちゃめちゃ嬉しかった。ちょっと個人的に結構ファンだったんでありがたかったですね。というわけでね、今週木曜ねまた公式のね、仲間がいる YouTube 動画上がりますんで、ぜひ公式のチャンネルも見てください。お願いします。木曜です、毎週木曜です、ぜひお願いします。でね、この銅像のとこもねめちゃめちゃ熱かったっすよね、ここね。まあ、ジンベエのね追加にもなりましたってね書いてあるし、本編早速いきましょう。愛戦26は天王山。これ最初ちょっと僕意味が分かんなくて調べたんですけど、いや結構大事そう。ちょっとこれね、また後々話しますね。一応この天王山って意味自体は、勝敗とか運命のね、分かれ目になる大事な局面みたいなね、意味みたいです。まあ、もともとある山なんですよね。で、そこがなんか、明智光秀、明智光秀、ま、歴史弱い。ちょっとなんかその大事な歴史な局面があったらしくて、まあそれが由来でね、まあ言われてるみたいです。ちょっと詳しい方はぜひお願いします。愛扉絵ですよ。ちょっとこれ泣けません？この波が作ってるさ、ひまわりのライオンのやつね。まさか扉絵で出てくるとは。これね、ベルメールさんにね、波がね、要は野次子からのお下がりで作ってもらった時のこのアイアムライオンのやつですよね。これね。いやもうちょっとまさかのここでちょっとね、ぐっとね、うるっときたね。はい、で本編ですよ。ひてつさん。あなた、もうこれ飛べないってことですかね、これ、ひてつさんね。まあ、本編でね、まあ、始まって、まあ、和の国のね、花の都と。で、そこで、火祭りでね、みんな祭りをやってるわけなんですけど、まあ、まだ気づいてないよと。鬼ヶ島がね、こう来てることに。で、まあ、そんな中ね、ひてつがね、まあ、おたまをこの、止めるね、シーンがね、まあ、回想でちょろっとあったんですけど、これさ、飛べたらさ、いけるもんね。飛んでさ、いかん引き返せと言いつつ、ほいほいほい、ほい、パタパタ、ほい、おたま、お前戻れってできるじゃん。でも戻れってやってないってことは、やっぱこれ飛べないってことですよね。これなんじゃ、ひてつさん、やっぱこれはもう何、何ただの飾り、現に今ね、翼ないもんね、今ね。やっぱこうなってくると、これ飛べない秘鉄ってことでしょ？飛べない秘鉄はただの秘鉄って言いますもんね、よくね。まあ、ないしは飛べない秘鉄はただのすき焼きってね、言いますもんね、よくね。もう今作りましたけど、いや、でもほんとそんな感じしない？飛べないってことはさ、もう飾りってことでしょ？キングはね、自前の翼でついてたんで、なんか飛べそうだったんでね、翼は。いや、まあやっぱ声優さんがね、そのすき焼きと同じな以上ね、どうなってくるんだろうってとこやっぱ気になるけどね。まあ今回の描写はちょっと思ったね。で、からの、双龍図ね。いや、前回のめちゃめちゃ熱かった。双龍図からの、今回戦いましたね。カイドウ VS 桃之助。そのくらいの展開ですよね。いや、桃之助ほんと頑張ってるよ、お前ってね。もう何回も思う。和の国編何回この背中をね、お前ってやりたくなったか分かんない、桃之助に対してね。で、またね、今回ちょっと分かったのが、桃之助自体はなんかボロブレスはね、できなそうっすよね。火の息でござるってね、カイドウがこうボロブレス打つところで、よし、お前もなんか吐けってね、ルフィに言われたんだけど、桃之助はね、何をだ無理でござるっつってね、なんか出せない感じですよね。まあ、確かに今さっきなったばっかだもんね、このでかい竜にね。今さっきなったばっかでできないっていうのももちろん分かるんだけど、もしかすると能力的にね、そもそもそういったことはできないっていう可能性もまああるのかなと思いましたね。まあカイドウはね、そのボロブレスもできるし、風の攻撃もねできるし、開封ってねできるし、あと雷もね、方向が雷ね、イカ槌になったりもしてるんで、そういった能力もね、桃之助がそのできるのかなとかも思ったんだけど、なんかできない可能性がね、まあ高いですよね。いや、どっちなんだろうな、なったばっかだからってことかな。そして桃之助さん、頑張れ、言ったね。いや、マジ頑張ってる。いや、これ自分の息子がこれだったら、俺ちょっとマジで泣くと思う、これ。この姿そばで見たら。もう、偉いよな。トラウマもめちゃめちゃあるしさ、もう、クッキー相手じゃないですか。自分の親を殺されたさ、もうヤバヤバな男にさ噛みつくって相当勇気いるよね。しかも今たった今でかい竜になって、たった今力を手に入れてさ、高いところのね、そのトラウマをなんとかこう克服しながら勇気を振り絞ってこの噛みついてる桃之助、マジで偉いっすよね。ルフィにね、待って、無理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 でござるって言いつつもめちゃめちゃ頑張ってるよね。ルフィもすごいね、カイドウに噛みつけってどういうその何アドバイスなの、ルフィもって思ったけど、カイドウに噛みつけってもうとりあえず攻撃しろみたいな。で、この噛みつきがね、その効くのかどうかだよね。今回の感じね、一応メキメキっつってなんかうわーってカイドウも言ってるし、なんか効いてる感じもしつつも、ただね、冷静にね、何してる小僧っつってね、もうギロってやってるんだよね、カイドウは。一回効いたんだけど、でもまあそれごときじゃ別にやられねえぞってことかもしんないけどね。ちょっとこれね、だいぶ前にね、言ったと思うんですけど、そのドラゴンタイプはドラゴンタイプに効くのかっていうね、その小田さんもね、そのポケモン GO とか結構やられたりしてるんで、なんかもしかするとね、そういったことがあるのかなとかもね、思ったんだけどね。桃之助も頑張ってね、ガジャジャ、ガジャジャって言って、これ多分カイドウって言ってますよね。ガジャジャ、ガジャジャ。で、まぁ、今回ね、この竜になって攻撃したけど、この剣でも攻撃するのかなっていうのが、ね、ちょっとね、思ってんですよね。というのも桃之助ってさ、今までさ、そのルフィと旅してくる中でさ、もうターってもう、ター
ーってやったりしてたじゃん。スナーチってやってたじゃん。ジョーラをターってやってたの俺結構好きなんですけど、ターってやってね、結構剣の練習してたんでね、そこがね、生きるのかなとかもちょっと思ってるんですよね。まあ人たちね、カイドウなのか、それこそね、もしかしたらオロチなのかね、ちょっと、侍としてもね、攻撃するのかなとかもちょっと思ってます。で、またね、ちょっとその竜の能力についてなんですけど、まあ今回新しく、竜は雷雲を呼ぶっていうね、ところがね、出ましたね。まあこれおそらくジャックのセリフですけど、これも能力ってことですかね、おそらくね。いや、まあカイドウがまあ竜になった時はね、まあ雷雲を呼ぶと。でもこれ実際これさ、ジャックはこれカイドウに対して竜って呼んでんの。なんかこれはこれですごいけどね。そこは無礼講なんですかね。なので今回また追加でね、そのカイドウのこのウオウオの能力、モデル清流の能力として、まあ雷雲を呼ぶっていうのがまた追加されましたよね。でからのジャックさん、人獣型もうやっぱそうだね。俺動画でね話しそびれたと思うんですけど、ジャックも変ですね、人獣型ね。あのブラックマリアも変だったけど、ジャックも変でしたね。ちょっと前の時もね、あのあれこれってどうなんだろうって思ったけど、もう実際そうでしたね。あの SBS でブラックマリアって変じゃないですかっていう、ね、質問に対しては小田先生も、あの薬とかでね変形点を変えれますよっておっしゃられてたんで、ジャックも薬やってますねこれはね。うん。でからのルフィなんよね。もう今週の激アツポイントはもうルフィ、マジでもう激アツのエモアツのアツエモ出ました。ルフィマジかっこよかったね今週。まあ、モモがね噛みついてね、そうだモモはドガーンってもうあの触れない攻撃、覇王色戻ってガーンやって、お前が噛みついたのは四皇だぞ、この世にまだ怖えもんがあんのか、どうも桃之助もな、ないで、それを見たヤマトもパーン、もうめちゃめちゃかっこいい。もう今までね、もう散々ね、もう言うたらバカにしてきましたよね、桃之助のことね。バカにしつつもね、まあ、ちゃんとね、称えつつも、しっかり背中押しつつもね、ルフィにとってはやっぱ桃之助がさ、対等な友達でね、ありましたよね、今までも。まあ、だからこそね、今回このしっかり桃之助をね、こう背中を押す感じ。行けお前を止める、鬼ヶ島止めてこいっつって、もうなんかちゃんとさ、鼓舞してさ、お前やっていけるよ、お前ならやれるぞっつって、もう鼓舞してあげてる感じね、対等に見てるよね。なんならもう今年上だからね、28歳になったから、忍のね、能力で。まあ、関係ないもんね。ルフィにとって別に下だろうが上だろうが、対等だからね、友達は。いやー、めちゃめちゃかっこいいっすね。で、からのね、カイドウには俺が、必ず勝つ、ルフィ太郎さん、もうライブフロアに、いる気持ち、いる気、もう高志の部屋だけど、ライブフロアの気持ちになる。もうここめっちゃ上がる。もううわーってなる。でですよ、今のね、ところのそのちょっと前なんだけど、ルフィに鼓舞されてるんですよね。ヤマトもね、桃之助もしっかりですけど。まあさっき言った通りね、桃之助がね、要はルフィにまあ鼓舞されてるわけですよね。お前ならできるぞと。お前は飛べると。鬼ヶ島止めてこいって言われてね、おうっつってもう、まあ言うたらね、ちょっと高いとこが怖いっていうね、そのトラウマはまあ克服した感じになってますよね。で、それを見てるヤマト見てください、皆さん。ルフィがね、桃之助にね、そのお前が噛みついたのは四皇だぞ、この世にまだ怖えもんがあんのかと聞いた時にね、桃之助がさ、ないって言ったら、ヤマトがパーってもうパーってなってんの。要はさ、もうルフィすげーってなってるわけですよね。で、これってさ、ヤマトにも言える言葉ですもんね。お前が噛みついたのは四皇だぞ、この世にまだ怖えもんがあんのか。もうヤマトや、ヤマトや、ヤマトなんて20年間噛みつき続けたわけですよね、カイドウという男に。でも自分自身の心を鬼ヶ島、そしてカイドウにもう結びつけちゃってましたよね。縛られちゃってましたよね、自分自身の心。で、かつ自分も縛っちゃってましたもんね。出たいんだとも言いつつね、やっぱ勇気がなかったと。手錠があったし、勇気がなかったって言ったんだけど、ルフィに出会って、ルフィはこの手錠をもう外してくれて、うわ、ルフィすげえとなりつつ、今回、メンタル面でも、お前まだ声もあんのか、桃之助は同じ境遇みたいな感じで頑張ってる桃之助みたいないって言いました。それを見たヤマトは、パー。もうないって言ってるよね、これ、ヤマトもね。いや、これ結構大事になってくると思うんですよね、この描写。結構僕印象的だったんですよ、ここにヤマトのね、この顔が入ることが。これは何だろうと思ったんだけど、まあそういうことですよね。だからやっぱヤマトがね、このルフィという男が、やっぱやべえ男だな。すんげえ男だなっていうのが、これやっぱね、より濃厚に気づいて、さらにこう、内面的な解放をね、これ表してんじゃないのかなって個人的には思ってます。いや、これもヤマト海出んな、これ。ねえ、こんだけ背中押されたら、ムゲラの一味入る入んない、もういい、そんならもういい、一回置いとけ、お前はもう海出れるぞ、お前、行け、お前を飛べるってね、もう言ってんのがさ、ヤマトに言ってる感じしますもんね。でもそこのさ、両翼の背中合わせやばくないっすか、こう一コマだけどめちゃめちゃかっこいいね。サンジとゾロの背中合わせ。思って言ってな、はあ、まさかあの竜。いや、バカなって言いつつね、こうゼーゼーしつつ、このゾロとサンジが背中合わせなんですよ、ここ皆さん。この間のね、花形登場だよいのとこのね、あのバーンめっちゃかっこよかったけどさ。いや、背中合わせって、これこのゾロサンジファンの女性たちがキャーキャー言ってるね、黄色い声援が聞こえますね。でもそのもうかっこいい尽くしの中、その後、カイドウに俺が必ず勝つ、うわーってなった後、俺に勝てる可能性でもあんのか、生きてんだから現にあんだろ、バリバリバリ、ブーン、もう天が割れた、わあ、やば、いや、もうついに
もうついにここにルフィ来たよ、みんな。やばくないっすか？ちょっともうやばい。これちょっとやばい。これはついに来ましたね。ルフィがついにこの領域までもう来ましたよ。もうこの天が割れる描写といえばね、最初ね、白ひげとシャンクスですよね。45巻でモビーディックでガン、ブワーン、天が割れたってなって。で、94巻でね、カイドウとビッグバン、バーン、天が割れて、うわ、何、四皇同士の戦いって天割れんのってなりつつも、ロジャーと白ひげ96巻、バーン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 、天がボーン、からのルフィとカイドウ、ちょっとボーン。やば。来たね、ルフィも四皇じゃん。もう5番目の皇帝と言わずも、これカイドウを倒して四皇じゃん、もう。むしろ四皇ね、下手したらビッグマンも打ち取るわけだから、もう四皇と概念すらもぶち壊していく可能性ありますよね。もうこれでね、確定しましたね。この要は、この天が割れるっていうのが、この覇王色をね、まとった。要は、一段階上の覇王色というかね、まあ竜王的な扱いでね、覇王色もまとえて、わーってまとえた同士のバリバリ、黒いバリバリ同士がガンってやって、そこが、っていうことですよね。もう疑問多くね、この動画疑問多くないですか。すいません、ちょっと興奮しすぎて。これはマジで熱かったね。もうエモ熱すぎる。ルフィがついにここまでと。まずね、その1010話でさ、覇王色でルフィが覇王色まとった時点でめちゃめちゃかっこよかったんですけど、まさか今回のこのワノ国編でこの領域まで行くとはね、ちょっと思ってなかったですよね。だからこそちょっとなんか王道なんだけど不意をつかれた感ありません？いや、いつかこの領域にルフィが行くんだろうなとは思ってたんだけど、もう今この戦いで進化してこんなことなんのっていう、めちゃめちゃかっこいいっすね。でからのその天が割れたことによって、はい、何が見えましたか皆さん、何が見えましたか、何が見えましたか、はい、満月だ。何も言うな、運がどっちにあるかにゃ、おでん一刀流、ネコニコバーン、イヌスパイアーズバーン。擬音動画なんだけどマジで。いや大興奮ですよ、ちょっと今週は本当に大興奮だな。まさかのおでん一刀流がありましたね。いや、これもビビったね。おでん一刀流と言いつつ、猫マムシさん刀使ってないけどね。多分。銃だし、片手。で、剣持ってないし。まあ、でもこの爪がね、爪を刀としてこう、バーンってやってる感じですね。で、これ犬スパイヤーの方が分かんなかったんですけど、猫に小判ってね、まあ、それこそ猫にまつわるね、言葉ですけどね。だからそっからね、来てんだろうなって感じがするんだけど、この犬スパイヤーってね、これインスパイヤー？インスパイヤーから来てるかな？ちょっとこれなんかその由来が分かんなかったんですけどね。もちろん由来なくね、完全造語のパターンももちろんありますけど。いやー、これ、ペドロとさ、ミンク族の仇をさ、撃ってくれたわけですよね。この公爵たちが、王二人が、夜の王と昼の王がね、もうペドロの仇をちゃんとペドロの上司が撃って、そしてミンク族のね、昼の王が、犬嵐としてジャックがね、あんだけ荒らされたジャックを倒すと。なんてこの熱い仇討ちですかね、これね。まあもちろんね、ペロスペロからしたらね、ペロスペロもペロスペロで、まあかわいそうなとこあるけど、ただね、まあペドロサイド、ネコマムシサイドからしたらやっぱこれはね、撃ってほしかったですもんね。で、ここでやっぱ熱いのがさ、もうやっぱワンピースの中のその勝利。敵を倒したっていうところはやっぱ信念を折ることですよね。改めて。まあ例えばね、そのルフィが今まで敵を倒してきた中で、SBS とかでもね、なんでルフィは敵をね、まあ命絶たないんですか、殺さないんですかってことで、質問があった時に小田さんもね、要は相手の信念を折ることがもう海賊としての、まあ要は勝利だと。別に命はどうこう関係ないと。いうね、話もあった通り、ルフィっていうのはね、今まで敵を倒した時とか、別に命取らなくてもね、相手の信念を折って買ってきてるわけなんですよね。で、そういった信念っていうのが、相手のそのアイテムだったりとかにね、その現れてたりするんですよね。まあ、例えばですけど、まあ、ドフラミンゴのサングラスとかそうですよね。まあ、あれがプライドだったのか何なのかわからないんですけど、ルフィがね、打ち取った時に初めてドフラミンゴのサングラスが割れたわけですよね。あとはその剣士とかの戦いもそうですよね。ゾロが戦った相手とか、相手の剣が折られたりね、もうそれこそ最初にさ、和道一文字以外はね、もうミホグにズタズタに折られたわけですよね。あの時初めてね、やっぱゾロは敗北っていうものをね、まあ、痛感したと。要は信念を折られたわけですよね。剣士としての魂、剣を折られたことによって。そういったね、やっぱ描写が今まで結構あるんですよ。てか、ほとんどそうですよね、今までも。だから海軍のキャラね、負けた時だけ海軍マントが落ちるとか、まあ白ひげもそうでしたもんね。マントのあの海賊のマントね。あれもなくなって初めて落ちたりしたんで。で、そうなった時にですよ、今回、ペロスペロさん、もう飴の帽子ズタボロです。しかも飴で作った腕ボロボロです。だから彼のプライド的にはね、やっぱ飴、キャンディー大臣ですから。で、かつね、この、要はペドロがさ、ボロボロにしたわけですよね。片腕ね、でそこを自身のペロペロの実の能力で飴にしたわけですもんね。でそこをまた猫マシがボーンって折るっていう。でジャックさんの方ですよ。ジャックさんどこ貫かれてますか、皆さん見てください。おへそ、おへそ、ここに何があるかと言いますと、百獣海賊団のマークズバーンやられてるんですよ。いや、これめちゃめちゃすごいなと思った、やっぱ。いや、ちゃんとね、この相手のシンボルというか、折ってるわけですよね。まあ、ペロステルに関してはね、まあ、ビッグマムのね、その海賊旗をね、背負ったりしてるわけではないっぽいんですけど、まあ、ただ帽子のね、この上の部分とか、結構キャンディー刺さってる部分とかもね、しっかりボロボロにされてるし、ジャックに関してはもうこの百獣海賊団のマークが書かれてるね、このベルトをもうズボーン貫かれてるんで、もうしっかり今回でもう決着ついたよっていうのがね、さらにこの絵でもね、明らかになってるんですよね。その後のね、このナレーションでもちろん激破ってなってますけどね。いや、熱いな。で、最後のコマ
もう、お前、生きとったんか？やっぱ生きとったか？なんかまあさ、なんか、まあ生きてるだろうなぐらいでいたから、なんか最初、リアクションの時も読んだ時、ああ、オルチ、オルチか。オルチ生きてる。みたいな。最初受け取れなかったんだけど。いや、やはりね、生きてましたね、オルチね。いや、これどう動いていくんだろうね、オルチね。やっぱこの、ヤマタのオルチの能力でね、まあ、頭がね、8本あるっぽいんで、まあ、7回ね、今までね、切られたわけなんですけど、確か。確かそうですよね。まあ、8本のうち、だから7切られたから、まあ、あと1残ってるかなみたいな感じでしたもんね、今までね。いや、これどう動いていくんだろうな。やっぱでも、まだね、能力の詳細っていうのはね、まだ厳密には分かってないけど、もしそれがね、正しかったとしたら、まあ、あとライフ 1? みたいな状況だとは思うんで、首が1本みたいなね、赤材にまとめていっぱい切れてもね、ブヘーっつって。だからこれが最後、そのさっき言った桃之助が倒すとかになってくるんですかね。いやでも桃之助はさ、その鬼ヶ島をね、いや飛ばせってね、ルフィに言われてるんで、まあそっちで忙しいってなると、ちょっとわかんないね。赤鞘たちね、金右衛門たちはもう一回切ってるからね。誰がこれを切ってくれるのか。もう切る前提ですけど。もう切る前提で話してるけど、まあ切ってくれるのか、そこは楽しみですね。で、ラスト今回のタイトルの話しましょうよ。タイトル天王山。やっぱこれが今回ちょっとね、とんでもなく深いんじゃないかなって僕思ってて。まあさっき言った通りね、天王山って意味は、まあ本来ある山のね、名前でもあるんですけど、まあ、勝敗や運命のね、まあ、大事な局面、重大な分かれ目っていうね意味がある中で、じゃあ今回天王山だったポイントどこかって考えていくと、まあ、まずは桃之助がこの自信をついたところですよね。ルフィによって鼓舞されて、実際ね、多分この後ね、鬼ヶ島を多分浮かしてる、そのカイドウが炎雲で浮かしてる分を、まあ桃之助が、まあそうこう飛ばして、花の宮からまあ遠ざけるのかなっていう重要な局面ですよね、それって。で、プラスでやっぱヤマトの運命ですよね。さっき言った通り、まあヤマトが、まあルフィに感化されて、あ、確かにそうだってね、なってる描写の中で、ヤマトの人生自体の大事な局面ですもんね。で、あとはもうこの全体として、やっぱ全体の指揮として、まあルフィのこの宣言。カイドウに俺が勝つという宣言を改めて、やっぱルフィは生きてたぞっていうこの大事な局面ですよね。これなかったらもしかしたら士気が折れちゃってね、ダメになってるかもしれないし。で、あと分かれ目って意味では、このルフィがやっぱ四皇クラスにこの入るか入んないかの局面、これも表してますよね、多分ね。いや、もうこの天を割るってことはもう四皇とか海賊王クラスですよっていうところの分かれ目として、ルフィがもう、うん、ドゥーン、はい、上のクラスっていう分かれ目、それはやっぱ感じたね。あとはまあスーロンのね、二人ですよね。まあこの月が見えるかどうかっていうところの大事な局面で、まあ月が見えましたよってことですよね。で、あとはね、もしかするとさ、いや、今後の展開として、この、桃之助がカイドウに噛みついたことが結構大事になってくるのかなとかもね、勝手に思ってるんですよ。まあ、例えばだけど、その、ルッチ戦でさ、ルッチがね、こう、ルフィをね、もう倒そうとした時に、ガクッつって足にダメージが来たわけじゃん。で、あの時って、ギアサードの攻撃はちゃんと足にね、ダメージが蓄積されてたっていう意味で、まあ、攻撃が一回止まるわけですね、ルッチの攻撃が。そういった感じで、桃之助の今回のこの噛みつき一つが、もしかしたらその、竜と竜のその、兼ね合いで、もしかしたら効いてきて、後々、これが大事になってくるのかな、グル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 が大事になってくるのかなと思ってますっていう、今後の天王山にここが、この回の輪がなるのかなとかもね、ちょっと妄想ですけど、ちょっと感じたんで話しました。はい、いかがでしたでしょうか。今回そんな感じです。そんでね、あとね、やっぱね、そのぶつかったとこちょっと改めて話したいんですよね。今回さ、もう激アツのエモアツだったポイント、そういったところとか、まだね、ちょっと話せてない部分とかもあると思うんで、また明日もね、最新話関連の動画上げたいと思うんで、ぜひそっちも見たいぜって方ね、グッドボタン押してっていただけると嬉しいです。ちょっと目指せ2000グッドぐらい行くとすごい嬉しいですね。別に行かなくても撮るけど、行かなくても撮るんだけど、あ、みんな期待してくれてるんで嬉しい、ありがとうってなるんでね、ぜひぜひこの動画面白かったぜって方もね、グッドボタン押してってください。お願いします。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お忘れなく。毎週月曜ね、ジャンプの感想上げてます。よろしくお願いします。はい、そしてツイッターのフォローもよろしくね、他のチャンネルも見てね。よし、どうしよう、またねー。グッグルグッグルグッグルグ。前向いて、ワンツースリーフォーあって、ワンツースリー全力で、まっすぐに自由求め。